基本操作のご説明をします。電源ボタンを押します。ロック解除画面の鍵アイコンを下方向にスライドします。続いてボタンのご説明をします。電源ボタンは電源をオンにします。ディスプレイは指で触れて操作します。バックボタンは一つ前の画面に戻ります。ホームボタンはホーム画面を表示します。メニューボタンはオプションメニューを表示します。タップは画面に軽く触れてすぐに指を離す動作のことを指します。スライドは画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま目的の方向へなぞる動作のことを指します。マナーモードの設定方法についてご説明します。マナーモードのオンとオフを切り替えたい場合、本体右側面の音量下ボタンを長押しします。これで設定は完了です。マナーモード種別も選択したい場合は、続けてご覧ください。ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開き、画面左上のマナーモードをタップします。設定したいマナーモード種別を選択します。これで設定は完了です。電源ボタンを長押しします。ポップアップメニューが表示されるので、設定したいマナーモード種別を選択します。これで設定は完了です。